みなさんこんにちは、つばきたチャンネルのつばきたです。今日はポッピンクッキンドーナツを作ります。ココアの生地の素とカスタードの生地の素とクランチとチョコソースといちごソースとドーナツのバニラソースとチョコトッピングです。そしてこの中に容器が入っていました。では作っていきます。このカスタードの生地と水を3杯入れていきます。では混ぜていきます。混ぜていったらこんな感じになりました。この混ぜたやつをちぎってここの幅に合わすように置いていきます。生地を3つに分けて丸めたらこんな感じになります。同じようにココアの生地の素も作っていきます。ここにトレーに入れます。同じように混ぜます。ココアの生地を混ぜるとこんな感じになりました。同じように置いていきます。
ココアもこんな感じになりました。生地ができたのでこの型に入れていきます。こんな感じに入れていきます。こんな感じに入れました。型から外していきたいと思います。出来上がりました。次も作っていきたいと思います。4つできました。トッピングしていきたいと思います。いちごソースとバニラソースを1個ずつ入れていきます。水を1杯ずつ入れて混ぜていきます。いちごソースとバニラソースが出来上がりました。チョコペンも作っていきます。
ではトッピングしていきます。完成しました。難しく見えるけど意外と簡単でした。皆さんもぜひ作ってみてください。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。バイバイ。